蝶野正弘です。杉浦選手20周年おめでとうございます。今日は、たくさんの方が、後楽園ホール、それから、テレビ、を通して、杉浦君の20周年興行をたくさんの人が観覧されていると思います。本当に、おめでとうございます。今回はですね、今年1年、2020年、本当に大変な年でした。みんなが苦しむ中、杉浦選手のは、一度皆さん、本当にご苦労様でした。今日はね、会場に来られている方、全てが杉浦ファンだとは限らないと思います。しかしですね、今日は、杉浦君の20周年ということなので、ぜひ皆さん今日一日だけでも杉浦選手を応援していただきたいなと思います。それから、ご覧になっている皆さんもね、今日一日は杉浦選手を応援していただくということなんですけども、応援にはね、しっかりとやっぱり、証を残してもらいたいということですので、実はですね、杉浦選手またこんなパーカーを我々と一緒に出しました。20周年わかりますか皆さん。後楽園にいらっしゃってる皆さんはね、今日今から帰りにどっかに飲みに行こうね、ちょっとお酒でも飲もうなんていう考えはやめてください。Go to home です。わかりますか。お財布の中身が何に使うかわかりますよね。7500円、杉浦パーカー、よろしくお願いいたします。今日一日ね、それから今年一年、皆さん本当にね、大変な年だったと思います。また来年も杉浦選手、ノアをぜひ皆さん応援していただければなと思います。よろしくお願いします。アイアンチュー、カモン。